はい、今回はね、人物をね、簡単に描く方法をやってみます。まず垂直線を等分化しますね。二分の一ですね。そして、このね、上半分が腰や胸なんだところですね。こんな感じです。残った半分、これがね、全部足なんですよ。頭を小さく描いて、このくらい小さくです。そうするとね、とっても綺麗な人物がね、簡単に描けるんですね。これは大切ですよ。さあ、ではこれを元にスケッチブックに描いてみましょう。垂直線を等分化して、ね、下半分が足でしたね。今日は歩いてくるようにするためにちょっと足を交差させてみますね。ほら、こんな感じです。そして、ね、せっかくだからもう一回ね、同じ人物をね、二人描いてみよう。後ろの方に小さくだね。半分半分。上が体、下が足。上半分が体、下が足。こうだね。ちょっと荷物さんに戻せると面白いかな。さあ、できましたよ。で、せっかく三人いるからちょっとね、横断歩道をこっちに歩いてくるという感じです。ここに信号書こうかな。では塗ってみます。この人物をさらにね、簡単に描く方法は、とにかく細かいものは描かないってことです。それを大切なこと、ね、最初にやりました。大きな比率ですね。足と体の比率です。もうそれだけを使いましょうね。一人一人の違いはね、こんな衣服の色の違いとかね、そういうことでつけてみます。さて、顔や腕、足などね、皮膚のが見える部分は、できるだけ赤く血の色を塗ります。こんな感じですね。足をね、今歩いてから交差しています。交差した感じは、片方の足をこのように暗く描くことですね。ほら、ね、歩いてきたでしょ？で、後ろの人。ね、ちょっと足の甲をね、開き方を変えたりするだけで、その違いが見えてきます。最初全く同じに描いたんだけど、なんか違う人に見えるでしょ？これは少し体を傾かしたり、足の開き方を変化させることで、そのように見えるんですね。ほら、もう全然違う人になりました。では、ここにちょっと信号機の色を入れて、後ろをね、暗く塗ってみますね。そうすると人物がね、明るく浮き上がってきます。ほら。ねえ、見えてきたでしょ？さあ、このね、三人がね、今、青信号になったからね、横断歩道を渡ってくるところですよ。そして、この人たちがしっかり、ちゃんと地面に上に立ってるって感じするために、この影を描きます。これで人物を簡単に描く方法、出来上がりです。どうでしたか？ねえ、結構簡単に描いたでしょ？本当に。このコツ。まず、人物をね、立ちポーズで描きます。そしてその人物が正面向きです。さらに、その人物の比率。ね。体の半分、下半分が全部足でしたね。ここをしっかりとやりましょう。お顔とかね、お顔のこの目鼻口とか、指とかそういう細かいものを描かないで。体の比率。ね。それを正面向きでしっかりとまず掴んでください。そうするとね、あなたの風景画の典型人物にね、もう立派な人物として描くことができます。はい。ね、最後まで見てくれて、本当にありがとう。はい。それではまた。
いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。